新型コロナの今後の感染対策として福岡県の服部知事は保健医療体制の強化に取り組むことを明らかにしました服部知事は保険医療体制の強化について保健所の体制確保病床の維持確保入院以外の治療療養体制の強化の3つのポイントを挙げました保健所の体制確保についてはトリアージ基準の適切な運用を行い 陽性が判明すれば保健所から当日に本人に連絡が行くよう徹底するとしていますまた病床については現在確保している1482床の維持と運用に努め一般医療に影響を与えない範囲で上積みに取り組む考えです入院以外の治療療療養体制については宿泊療養施設を現在の10から12施設に増やし 2400室の確保を進めるなどとしています県はこれらの強化策の取りまとめを今月中に行う方針です